大野雄大は、京都府京都市伏見区出身のプロ野球選手。左投げ左打中日ドラゴンズ所属。2020年の沢村栄治賞受賞者。東京オリンピック野球金メダリスト。2歳の時に両親が離婚。2歳上の姉と共に、母の下で、京都府京都市伏見区深草西浦城で育つ。砂川小学校5年時に、 スポーツ少年団に入団し野球を始め、6年からは投手を務める。京都市立藤森中学校では南式野球部に所属。2年時の練習試合で死球を連発して試合を壊してしまい、不甲斐なさや悔しさから野球をやめようと考えていたが、チームメイトの励ましで立ち直り、その後は必死に練習するようになった。大野はこの試合が投手としての 第一歩になったと語っている。それまで外野首との兼任だったが当初に専念し、3年夏に京都市大会で優勝した。その頃から京都の軟式野球界では名の知れた存在となっていた。プロ入り後にチームメイトとなる辻武彦は中学と高校時代の1年後輩であった。前述の通り星家庭だったこともあって、 公立の戸場高等学校への進学を考えていたが、三原慎次郎が野球部監督を務める京都外、大成高等学校へ誘われて入学。なお三原は一年時に監督退任することになる。二年春からベンチ入りし、チームは第87回全国選手権に進出。決勝で対戦した駒台蕎麦小飼の田中正宏の投球を見て、ああいう奴が、 プロになるんだなと思ったという。この大会では、当番機会がなかったため悔しい思いをしていたが、秋からの新チームでは、先発を任される機会が増え、3年春の第78回選抜の初戦で、東海大相模に敗れたものの甲子園初先発を果たした。三年夏も甲子園出場を目指したが、京都大会準決勝で、福知山整備に敗れた。高校では、 監督からチャランポランな人間と言われ続けていたため野球人としても人間としても成長できると勧められた仏教大学社会学部現代社会学科に進学を決め2007年4月より公式野球部に入部する1年春からベンチ入りし春秋リーグ連続優勝秋の近畿大学戦では時速1 4 5トルを記録 この頃から速球に自信を持ったという、真ん中に投げる練習を続けたことで球速が上がったと語っている。その結果死球も減り、3年秋の刑事リーグでは44回で死死球に単位を落としたため2年春から半年間は仏教大のルールにより練習や試合に出場できなかった。秋からは先発ローテーションに定着し、1年秋から4年。 春まで続く16連勝の活躍で3期連続でリーグ MVP とベストナインを獲得する。4年時の4月24日に太陽系丘の球場で完全試合を達成するなどし、リーグ優勝に貢献。6月の全日本大学野球選手権大会において、初戦で、競合東北福祉大学を2安打カンプーし、大学ナンバーワンサワンとして、頭角を表すが2回戦で、 秋山翔吾率いる八戸大学に完封負けした。刑事リーグでは通算で24試合に登板し18勝1敗の成績を残した。全国大会における活躍で、斉藤祐樹、大石達也、沢村拓一と共に、大学9回ビッグ4と称される。第5回世界大学野球選手権大会の日本代表に落選戦した際は、仏教大学、 菊野義郎監督が見たことないというほど意気承知し、候補合宿から帰る新幹線内で泣き通したが、その後、第25回ハーレムベースボールウィークの日本代表に選出された。こっちもジャパンのユニホームですから、キューバを倒してきますよと語り、言葉通りキューバから2失点関東勝利を挙げ、この経験を通じて代表から外れてよかった。 この大会に出たことで目標がメジャーリーガーに変わりましたから、自身を支えてくれた家族や監督、選手の目の届く場でプレーして喜んでもらって、実績を積んでからメジャーに行きたいと思うようになったという。2010年8月のオープン戦で肩を痛めてからは、登板できず、ドラフトで指名を回避されるかもしれないという不安感を持っていたが、中日ドラゴンズから1位指名を受けて入団。 背番号は憧れで目標とする藤川球児と同じ22に決定。12月には京都府警北警察署の2011年啓発ポスターのイメージキャラクターに起用されることになった。ポスターは安全、安心にストライクの標語と仏教大時代の東急ホーム写真を組み合わせたもので1年間の掲示を想定された。大学時代は1学年上の校の修数とに 学年下の張本雄大がチームメイトだった。2011年の合同自主トレ、沖縄キャンプは左肩のリハビリに費やし、3月末から本格的な投球練習を開始。6月末のプロアーマー交流戦で実戦デビューし、満塁本塁打を打たれたが、その後はファームで先発の一角となる。10月8日のファーム、日本選手権で先発し、5回無失点で、 勝利投手となり、優秀選手賞を獲得した。その後一軍昇格し、10月14日の読売ジャイアンツ戦に初登板初先発し4回、7失点。この試合で当時の落合博光監督は、何点取られても構わないから、自分の投機をしてこいと伝えたという。2012年7月11日の阪神タイガー,アース戦で、 自身2回目の先発登板し、5回1、3を7安打1失点でプロ初勝利。この年は8試合に先発して4勝3敗の成績だったほか、CS ファイナルステージで初戦に先発し、勝利投手となる。オフの11月に開催された、侍ジャパンマッチ2012の日本代表にも選出された。2013年は、先発投手として1軍に定着し、 初めて規定投球回に到達し2桁勝利。オフの11月に台湾で開催された2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。11月13日、1050万円増となる推定年俸2800万円で契約を公開した2014年は川上健進との開幕投手争いに敗れ、 4月26日の東京をヤクルトスワローズ戦では1回5失点で降板し、試合中に名古屋へ帰るように言われ2軍を打ちするなど、2度の2軍降格があったが、7月25日の巨人戦では、自身初の無支球完封をし、最終的には2年連続の2桁勝利の成績を残した。オフに1700万円増となる推定年俸4500万円で契約を、 公開した2015年は前半戦だけで、藤並慎太郎に並ぶリーグトップの9勝を挙げ、同月月間 MVP に選出される。第1回、WBSC プレミア12の日本代表第1次、候補選手にも選出された。後半戦は2勝で、最終的に11勝10敗で、若松俊太氏と共に2桁勝利。207.1投球回は12球団最高となる。 同年11月29日に谷重元信監督がテレビ番組で翌年の開幕投手に起用すると述べた。11月30日の選手の会で大島洋平に代わり翌年より選手会長を務めることが発表された。12月8日に6300万円増の推定年俸1億800万円で一発公開した。2016年は シーズン開幕前の3月に開催された野球チャイニーズ台北代表との強化試合の日本代表に選出された。シーズンでは3月25日の阪神戦で自身初の開幕投手を務め7回3分の2を投げ2失点で勝利投手となるが左肘いで4月15日に登録抹消される。6月4日に復帰。最終的に7勝10敗。 規定投球回未到達で防御率3.54。11月18日、2160万円ダウンとなる推定年俸8640万円で契約公開した。2017年は2年連続の開幕投手に指名され24試合登板7勝8敗防御率4.02の成績を残した。147回に サンデでチーム唯一の規定投球回数到達であった。11月29日、640万円ダウンとなる、推定年俸8000万円で契約公開した。また、この年の春季キャンプから練習などをめぐって、朝倉健太投手コーチとの確執が取り沙汰され始める。2018年は開幕ローテーション入りができず、6試合の先発で0勝3敗。 防御率8.56に終わった。11月25日に減額制限いっぱいの25%ダウンとなる推定年俸6000万円で契約公開した。2019年は開幕を一軍で迎え、4月30日の巨人戦で、球団で平成最後の勝利投手となったほか、5月7日の広島東洋カープ戦ではセリーグで、 令は一番乗りとなる完封勝利を記録した。9月14日の阪神タイガース23回戦において NPB で81人目となるノーヒットノーランを達成した。4年ぶりの2桁勝利とはならなかったが、1年間ローテーションを守り2年ぶりに規定投球回に到達し、自身初の最優秀防御率を獲得するなど、復活のシーズンとなった。 オフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の日本代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。オフに7000万円増となる1億3000万円で契約を公開した。球団からは3年契約も提示されたが単年契約を選択した。2020年は開幕投手を務めたが4回8アンダ6失点で降板した。 しかし7月以降は安定感を見せ、10月22日の横浜 DNA ベイスターズ戦では9月15日の広島戦の2回から続けた連続イニング無失点を41とし、1956年の大谷根広海を抜き球断新記録を達成した。この記録は22日の9回まで続き、歴代12となる45イニング連続無失点を記録。 11月11日には、シーズン中に取得した、国内 FA 権を行使せず3年総額9億円、出来高で残留することに、大筋で合意したことが発表された。最終的に20試合に、当番2年連続リーグ最多投球回である148.2回を投げ、5年ぶりに2桁勝利を達成。防御率1.82、148奪三振で、 最優秀防御率と、自身初となる最多奪三振を獲得して、投手二冠を達成した。なお、二年連続で、最多投球回と最優秀防御率を達成したのは、1957年から1958年の、稲尾和久以来となる史上二人目である。また、45イニング連続無失点や、両リーグ最多となる10冠登録完封が評価され、 中日では、川上健津以来16年ぶりで自震初となる沢村賞を受賞。さらに、8月10月度の月間及び年間、最優秀バッテリー賞を、保守の木下拓也と共に受賞するなど、エースとして、申し分ない活躍を見せた。12月22日に行われた契約公開では、推定年俸3億円でき高5000万円の3年契約で、公開した。 中日の選手で年俸が3億円に到達するのは、2015年度の岩瀬人則の年俸3億円以来であり、落合博光、岩瀬人則、福留光介、川上健進、岩田博和、和田和弘に次いで7人目となる。二段モーションのオーバースローから、平均急速時速 145.9km、最速時速 152km のキレのある、ストレート、フォーク。 時速1 0 0トル台のカーブ、縦横に曲がる2種類のスライダー、縦に大きく変化するツーシームを投げ分ける。アマチュア時代には上半身の強い投球フォームには故障を心配する声もあったが、本人はフォームを変えるつもりはないと語っている。祖父の影響を受け、子供の頃から半身ファンだった。そのため、大学時代は自身の携帯電話に トラッキーのストラップをつけていたが、ドラフトで中日に指名されて、以降は外した。目標とする選手には前日の藤川とチェンウェインを挙げている。メンタル面の成長のきっかけとなったのは、上原浩二のメジャー初登板後の、自分の夢を実現し、最高の場所に行けて楽しいだけというコメントを聞いたことだという、一番であることを目標としている。プロで活躍している。 同世代の田中正宏や坂本隼人を尊敬する。一方で、自身と同じく大学生だった斎藤祐樹には強烈なライバル意識を持っている。刑事リーグで優勝しても全国大会では負け続ける。仏教大にいることが対抗意識につながり、それが自身の能力を伸ばした原動力であると語る。またその対抗意識の強さは、 世界大学野球選手権大会の代表から漏れて落ち込んだことにもつながっている。2017年オフに日本ハムから大野翔太が移籍。大野正が二人となったため区別の必要が生じたが、三文字では電光掲示板できれいに見えないという理由で2018年以降、スコアボードの表示はフルネームの大野雄大としている。ボールは左手で投げ、食事も 字を書くときも左手で強制していないが、ダーツは右手で投げる。2012年11月26日に、大学時代の同級生と結婚。2015年5月20日に、長女、2017年12月20日に次女を誕生している。地元京都愛が強く、シーズンオフには、長期帰省し、伏見稲荷大社での初詣や大文字山での自主トレを行っている。 妻も京都出身であり、実子二人も京都生まれである。好きな食べ物はラーメンで、大学時代には数多くの京都ラーメン店でラーメンを食べ歩いていた。しかし、2019年にラーメン封印を宣言した。サカナクションのファンで2019年9月8日より、新宝島を打席テーマ曲に採用した。ありがとうございます。